V ロード第5節1戦目バッターボックスには尾形が入ります。さあワンアウトになりましたが一打先制のチャンス、まあ、先手を取って進めるために初球陣ワンバウンドヒットになりました。セカンドランナーホイホークス1点を先制しました。1対0ホークス試合の主導権を握ります。まあさすがというところですよね。これで1点差となります。7番バッター松本ツーアウトランナーありません。バッターサードフォル一塁アウト、スリーアウトです。打順は1番に帰ります。バッター西川今日はまだ当たりがありません。ツーアウトランナーありません。さあ勝利まであとワンアウトとなりました。まあそうですね、最後きっちり三遊間抜ける、ツーアウトランナー一塁。ソフトバンク内に打ちました。大量